1932年1月21日、ヘルシンキにおいて条約に署名するユリエコ式年とマイスキー。ソ連フィンランド不可侵条約は、1932年、フィンランドとソビエト連邦の代表により署名された不可侵条約である。この条約は1939年、ソ連領内の村が砲撃され、フィンランドに責任があるとされる偽のマイニラの砲撃を理由に、 ソ連により一方的に破棄された。ソビエト連邦は、日本による満州事変の時期、その国境の安全を図るべく、ヨーロッパの隣接諸国と、不可侵条約の締結交渉を開始した。1932年1月21日、ヘルシンキにおいて、フィンランド外相アルノユリエコ式年と、中ヘルシンキソ連全権代表イワンマイスキーにより、条約は署名された。これにより、 双方が両国間国境を尊重することを保障し、中立の維持で合意した。紛争は平和的かつ中立的に解決されることが約束された。また、フランス語を成分とし、3年間の禁限とされた。同条約はエストニア、ラトビア、ポーランドに続く最後となる署名であったが、その批准は最も早く1932年7月であった。 1934年4月7日、モスクワにおいて、ユリエコ式年と、ソ連外相、マクシム・リトビノフにより、追加の議定書が結ばれ、条約は1945年12月31日まで延長された。しかしながらこの条約は、フィンランド侵攻の数日前、フィンランドがソ連の村を砲撃したと主張するソ連により破棄された。にもかかわらず、ソ連はまた、 1920年に両国間で署名されたタルト条約も破棄した。さらには1934年に署名された国際連盟規約をも破棄した。ありがとうございます。